はい、こんにちは。今回ご紹介するのはこちらです。ソニーの、ね、α6500 の隣に置いてあるこの箱をご紹介します。ニューモアさんという、ね、ブランドから発売されている商品です。開封してみましょう。こんな箱に入っております。白い箱が2つと、このようにプチプチに作るまれた部品パーツが入っております。もうね、何の商品かお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、こちら充電器と充電池のセットでございます。今回ご紹介するのはこちら、 Amazon のページでニューモア NPFW50 の互換バッテリーでございます。α6300 と書いてありますが、おそらく6500も同じバッテリー使ってますので使用できるかと思います。こちらですね、ソニーの α6500 ですけれども、このようにですね、バッテリー、純正バッテリーが、まあ、最初には1つついているんですけれども、まあ1日半日ね、動画特に撮っていると結構バッテリーが減るので、この1個だけじゃ心もとないので、必ず良いバッテリーは必要になってくるかと思います。で、私ね、これまでずっとこの RX100 とかですね、デジカメ、ビデオカメラ共通しているんですけれども、もう一つ純正のバッテリーを購入して、あとはですね、すべて互換バッテリーで補っております。これまでですね、互換バッテリーでトラブル起きたことありませんので、個人的にはもう互換バッテリーの問題ないのかなと思っておりますが、やはりですね、純正じゃない分値段も安いということで、作りとかですね、怪しい動きをしたり、充電すぐなくなったりですね、発熱したりということも、中にはね、レビュー見てるといろいろと問題を抱えていらっしゃる方も、発生した方もね、多いと思いますので、まあ安易にね、おすすめはできないんですけれども、自己判断で使用していただければと思います。今回こちらですね、かなり安いもんですから、2つバッテリー2個と充電器1個ついて2600円です。ですので、まあこのね、コスト的なところを考えるとメリットは多いんじゃないかなと思います。こちらが本体です。こんな感じ、純正品と比べるとですね、まあもちろん形に関してはですね、このように若干違いますけども、外観寸法はね、ほぼ一緒じゃないと入らないのでかと思います。うん、こんな感じです。細かいね、 R の処理とかね、やっぱ違いますね。このあたり、まあ、全く一緒というわけではなさそうです。ではですね、もう一個上げてみましょう。こんな感じです。で、充電器なんですけれども、こんな感じ、今までね、こうスライドして差し込む形の充電器が多かったんですけど、なかなかおしゃれとまでは言いませんけど、スタンド型の充電器です。で、今気づいたんですけど、コンセントじゃないんですね。これ USB タイプのコードの充電でした。ですので、この先にですね、USB の充電器をつなげて充電するタイプになります。しまったな。そうするとですね、旅先これコンセントもう一個持ってかなきゃいけないですね。まあメリットとしてはですね、こういった大容量のモバイルバッテリーをね、使って充電できるというのもあるので、このあたりは、どっちもどっちかなと思います。こんな感じで、差し込んで、ちょっと今電源がないので、この辺りモバイルバッテリーに挿してみましょう。おお、2個充電できてますね。2本同時に充電できるのが特徴です。このように置いて充電します。そしてこちらですね、まあ、同じ形ということもあるので、この純正のバッテリーも充電することができますね。できるようです。こんな感じで、電池容量あるか分かりませんが、互換バッテリーね、入れてみましょう。入るかな、のは問題なく入りますね。きついと言ったこともなく、スムーズに入ります。電源オンにします。 78% です。今届いた状態ですね。こちら問題なく認識しているようです。いかがでしょうか。
1% 減りましたね。このあたりのねバッテリーの使用感というかですね、減り具合っていうのもちょっと気になるところではあります。キヤノンの互換の場合はね、めちゃめちゃ大容量なんですけど、減りが2倍減りが早いということもあったので、まあ、このあたりをねちょっと使っていきながらチェックしたいと思います。うん、ちょっとレンズがね18-105 使ってますが、あまり寄れないのがこういった物撮り物撮りの時はちょっと厳しいですね。もうちょっと寄れるレンズをね1個欲しいなと思ってます。いかがでしょうか。オートフォーカス α6500 です。商品名こちらです。ニューモアさん FW50 の互換バッテリー2個と充電器セットです。このようにスタンドタイプの充電器が付属しております。で完全に、ね、自己責任というか、判断でお願いしたいと思います。では今回